はい、今回の動画は Windows 11でファイルやフォルダのプロパティを素早く表示するテクニックをご紹介したいと思います。で、ファイルやフォルダのプロパティを表示したいといった場合はですね、通常はですね、そのファイルとかフォルダの上でマウスを右クリックして、で、このメニューの中にプロパティという項目がありますんで、こちらをクリックをすることによってですね、こういった形でですね、ファイルとかフォルダのプロパティを開くことができます。もちろんこのやり方でやってもいいんですけども、この右クリックプロパティという形のですね、操作よりもですね、もうちょっと素早くですね、このプロパティを開くことができます。はい、それでは早速やってみたいと思うんですけども、そのねプロパティを開きたいファイルとかフォルダの上にですね、マウスのポイントを持ってってもらって、オルトキーを押したままですね、ダブルクリックをしてください。はい、そうするとこのオルトダブルクリックでもですね、こういった形でプロパティを開くことができますんで、ちょっとしたですね、小技になりますけども、右クリックから開くよりはですね、より素早くね、このプロパティを開くことができますんで、覚えておいてもらえると便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。